力はどのぐらいできたんですか？喋れるんですか？喋れると思ってたんですよ、はあ、受験のための勉強だけは散々してきたんですけど、全然伝わらない、聞こえない。実際に語学学校1ヶ月半通いました。英語ゼロから来て語学学校通いました。英語力伸びたと思います？Hello everyone! How are you guys? ごめん皆さん、ご機嫌いかがでしょうか？今日も可能性無限大。This is Taro Sack! ということで、今日の動画では海外語学学校経験者に聞く、実際本当に英語力伸びましたか？というテーマでやっていきたいと思います。最近は日本の経済のね、先行きとかが不安で、このまま日本で暮らしていて大丈夫かなとか、将来は海外に住みたい、海外で仕事したいとか、シンプルに海外が好きで、外国人と交流したいからという理由で、英語を学びたいと思ってる人ってどんどん多くなってきてると思うんですよ。だけどですよ、僕 B 動詞すらまともに理解してないんです。私はある程度文法知ってるつもりなんだけど、なかなか話すってなると文が作れないんだよね。やっぱり海外留学したら英語力伸びるのかな。そういう風に思ってね、ここオーストラリアだけでなく、いろんな国に、ワーホリとか留学とかね、行く人いるじゃないですか。海外の語学学校に行けば英語話せるようになるんではないだろうか。Really? ということで今日はですね、海外の語学学校に通った経験のある方で、インタビューに協力していただける方を僕のインスタの方で募集させていただきまして、何人かの日本人の人に協力していただくことになりました。実際彼らは語学学校に通うことで英語力伸びたのか、実際海外に来てみて英語に関してね、どういう風に感じてるのか、良かったこととか、こうしておけば良かったなと思ってることまで、皆さんがね、疑問に思ってること何でも今日は聞いていきたいと思います。僕のチャンネルでは様々なトピックに関する外国人のインタビュー動画を毎週配信してます。見るだけで頭の中がグローバル化すること間違いなし。面白いと思ってもらえた方はチャンネル登録よろしくお願いします。タロサックのインスタグラムでは僕のオーストラリアでの生活のこととかね、いろいろこうカジュアルな内容も投稿させていただいてるんですけど、時にはこういうインタビューに協力してくれる人を募集させていただいたりとか、僕のねお仕事をお手伝いしてくれる人を募集させていただいたりもしています。皆さんのお役に立つ情報も配信してますので、ぜひですねタロサック1990インスタグラムでフォローしていただけたらなと思います。それでは早速インタビュー行きましょう。まずは、お名前でもニックネームでもいいんですけど、教えてもらっていいですか？カンキです。カンキさん、はい、カンキさんは、ごめんなさい失礼ですけど、今年齢は18です。あ、18、あ、すごい若い、はいはい、オーストラリア来てどのぐらいですか今？だいたい2ヶ月経たないくらいです。あ、じゃあ本当に来たばっかり、はい、なるほど。18歳ってことは高校卒業してすぐ来たような感じで、はい、なんかオーストラリアに来ることにしたその経緯というか理由みたいなのあれば教えてほしいんですけど。ビジネスの勉強を大学でしようと思ったんですけど、日本の経済とかがこう将来性があまり見込めないので。おー、なるほど。外国の大学出たいなと思ってオーストラリアに来ました、うん、あ、そういうことか。あ、それでオーストラリアの大学とか出て、海外で就職したいみたいな、最終的には。すごいですね、今の18歳ってそういうとこまで考えてるんですね。結構そういうの考えてる人います？みんな。いや、あんまりいないか。あ、ちょっと話はあんまり合わない人は多いですけど。あ、だから自分がちょっと変わってるみたいに見えちゃうぐらい。ちょっと変わってます。いいとか悪いとかじゃなくて、ちょっと変わってると思います。確かにね、僕が18歳の時考えて、僕田舎出身ですけど、そこまでね考えてる人なかなかいなかったですからね。いや、すごいと思いますよ。英語学習歴的にはどんな感じなんですか？小学校5年から中3までは英語の塾に行ってたんですけど、高校はスポーツしてて1分も勉強したことがなくて、大学行く前に語学学校に行って勉強しようかなっていう感じで来ました、うん、それでオーストラリアに来てから語学学校に行ってるんですね。そうですね。確かにこのインタビュー、手を挙げていただいたのは、僕は、インスタグラムで海外で語学学校行ったことがある人、どんな感じだったか教えてくださいみたいな投稿した時に、手を挙げてくれたじゃないですか。語学学校は今2ヶ月ですけど、まだ通ってるんですかね？はい、まだ通ってます。まだ通ってる、はい、オーストラリアの語学学校では、どんなことをするんですか？日本の学校と違って、こう一列に並んでただ授業を聞くってやつじゃなくて、グループごとに何人かで分かれてディスカッションが多いような授業になってます。じゃあ自分の行ってる学校はその文法とか単語とかをやるっていうよりも、もう実際にどんどん話していこうよみたいな感じで。いや、文法とかをやるんですけど、それを使ってこうペアでしっかり使っていくっていうような授業が多いです、ね、なるほど。ちゃんとそういう基礎をやりつつも、要はパス練習、シュート練習した後にミニゲームやるよっていう、必ず、はい、イメージ的には、はい、そしたらその学校は大体どういう人がいるんですかね？自分の友達で一番多いのはタイ人とか。タイ人で、自分の学校には、
南アメリカの人たちとかヨーロッパの人も何人かあブラジルとかアルゼンチンとか、はい、そうです。おーなるほど。結構意外と日本人もいるのはいるんですけど、うんうん、外国の人も意外と多くて結構英語を使う場面が多いかなって思います。シンプルに楽しいですか？楽しいですね。おーなるほど。僕のチャンネル見てくれてる人の中にも、まあ、海外で語学学校通おうかなとか考えてる人いるんですけど、まあ、結構その価格的に語学学校って高いじゃないですか。だいたい授業料とかっていくらぐらいか分かります？週5で行ってます？週5です。週5でだいたいいくらぐらいで行けるんですか？1ヶ月で10万ちょっとかで、自分は半年通って全部込み込みで、まあ、7、80万円ぐらいかなと思います。うん、なるほど。じゃあまああれですね、まあ、20代、まあそうですね、20代入って20代半ば、まあ、自分でお金貯めてくるってなると、まあ、結構正直貯めてから来ないと。じゃあ週5でってことは仕事あんまりできないんですもんね。そうですね、バイトとかはあんまり入れないけど、でも、うん、語学学校終わるのが昼過ぎとかなんで、うんうん、そっからバイトしてこうお金稼いでっていう人がほとんどだと思います。中学校3年生まで英語勉強してたって言ってましたけど、まあ、高校では全くしてないと、はい、英語は喋れる状態で来たんですか？いや全く喋れない状態で来ました。ゼロ、全然もう分からない。おなるほど。英語全く喋れない状態で、じゃあかんき君は、オーストラリアに来ましたけども、海外生活全体を通してとか、まあ、英語に関してで、まあ、良かった点とか、まあ、こうしとけばよかったなみたいな点とかって何かあります？まあ、高校スポーツしてたって言ってもやっぱちゃんと英語勉強しとくべきだったなっていうのは思いましたけど、うん、でも最初初日とか2日目とかはスーパーで買い物もできないぐらい意味もわからなくて、うん、まあ、気持ちわかります。システムも違うし言葉もわからないっていうことで全然スーパーで買い物もできなかったんですけど、今2ヶ月経って、まあ、結構吸収が早かったのか意外とあんまりもう苦労はしてないです、ね、慣れてきてるってことですか？外国人といる環境を自分で多く作ったので、なるべく日本人を省くっていうか、うんうんうん、それは学校で？いや学校でもそうですし、その学校以外のコミュニティも、まあ、バドミントンはこっちでもしてるんですけど、はいはいはい、ネイティブの方ばっかりの人と一緒にいるようにしてるので。なるほど。そしたらだいぶ耳が慣れてきて今はまあまあ大丈夫になりました、はいはい、じゃあもう自分で環境をその、まあまあ、英語環境という場に、まあ、自分を置くようにしたと、はい、究極の質問みたいになっちゃうと思うんですけど、やっぱ語学学校来たいと思ってる人、考えてる人っていうのは英語を伸ばしたいから語学学校海外に行って語学学校に行こうかなって考えてるわけじゃないですか。2ヶ月今語学学校行きました。英語ゼロで来ました、はい、語学学校に行ったことによって英語伸びました？正直自分で環境を作ったからちょっと伸びたと思ってるので、語学学校は文法とかはまた理解はできましたけど、うんうんうん、まあ、結論から言うと語学学校のおかげとは思わないです。なるほどですね。基礎とか学べたのはいいけども、どっちかというと自分で環境を作って、もうそういう環境に身を投じることによって今の英語環境に英語能力になっているかなっていうふうに思ってると。ケンブリッジとか IELTS とかのコースに行ったりとか、あの大学行く前のアカデミックイングリッシュを学ぶっていうならいいと思うんですけど、あなるほど、なんかジェネラルの一般の英語を学ぶってなると、それだったら語学学校にお金出していくよりは自分で勉強したい、うん、自分で喋った方がいいかなって僕は思います。重複しちゃうかもしれないんですけど、まあ、カンキ君みたいに、まあ、若い人でこれからオーストラリアに来ようと考えている人、またはカナダとかイギリスとかね、いろいろあると思うんですけど、まあ、そういった方に、まあ、アドバイスというか自分の経験から言える、まあ、こうしていった方がいいよとか、そういうのがあれば、いいですか？正直英語力ゼロで来ても、あのオーストラリアとかだったら日本人も多いから生活には困らないとはあんまり思うんですけど、うん、本当に伸ばしたいんだったら自分で環境を作るしかないと僕は思うので、うんうん、どんだけ高いお金出して語学学校行っても、うん、あの伸びる人は一瞬で伸びるし、伸びない人は5年経っても喋れないと思うので、うんうんうん、自分はそう思ってきたので、自分で環境を作ったので、そういうのは自分で意識して自分で動かないと一生変わらないと思います。なるほど。じゃあ環境とどう英語に、まあ、取り組んでいくか、その姿勢ですね。 そこが、まあ、語学学校うんぬんじゃなくて一番大事になってくると、はい、分かりました。18歳でねここまでしっかり語れるっていうのはすごいなと思いますね。僕は18歳の時こんなに語れなかったんでありがとうございました。ありがとうございました。お名前とか、まあ、ニックネームでもいいんですけどもらっていいですか？名前は翔吾です。翔吾さん、はい、翔吾さん、会った時にですね50万人登録お祝いということで、はい、こんなもう素晴らしいお花いただいちゃいまして、多分人生でもらったお花史上一番でかいです。あ、そうですか。うん、一番さ大人っぽいし、お花ってもらうと嬉しいんですね。大事なこと学びました。ありがとうございます。本当に、いえいえ、おめでとうございます。いえいえ。今オーストラリア住んでどのくらいですか？3年とちょっとぐらいですね。いろいろ、まあ、国あるじゃないですか、はい、なんでオーストラリアにしたんですか？そもそもカジュアルなイメージだったりとか、うん、天気がいいっていうのもあったりとか、うん、あと友人の友達がエージェントをして
ったので、うん、その方のおすすめでゴールドコーストいいんじゃないっていうのもあったきっかけで。なるほど、はい、ちなみに翔さんは英語学習歴はどのぐらいですか？自分は専門高校に通ってたので中学1年から高校1年そんなやってないんだ。そんなにやってないですね。あ、なるほど、はい、そこからもう専門の勉強をしていくっていう感じでしたね。ってことはオーストラリアに来たのは3年前ぐらいですよね。英語はどんな感じで来たんですか？ほぼほぼゼロぐらいに近い。ほぼほぼゼロぐらいに近い、はい。語学学校は、オーストラリアだけ、もしくは、大体どのぐらい行かれたとか。トータルで学校は3ヶ月通ったんですけども、はい、1ヶ月半セブ、フィリピンのセブとオーストラリアのゴールドコーストに1ヶ月半で3ヶ月、トータル3ヶ月で行きました、ね。うん、セブ島のその語学留学って行く人すっごい多いと思うんですけど、はい、あ、実際どうですか？良かったですか？すごく良かったと思います、うん、何が特に良かったですかね？目的がアジアの友達を多く作りたいっていうのがあったので、うん、いろんな国からやっぱり来てる人が多かったので、なんか友達を作るっていうのはすごく良かったと思います。セブ島の語学学校とオーストラリアの語学学校の違いみたいなのってありました？セブの学校に通ってる人たちは喋れる人が喋るっていう、喋れる人が喋る、はいはいはい、英語ができる人がとにかく喋って授業をしていくっていうのがあって、はい、オーストラリアの学校だとできなくても喋るっていう違いがすごく感じましたね、2校行ってみて。なるほど、はい、やっぱりセブ島の語学留学する人ってやっぱ安いから行くっていう人多いんですけど、やっぱ安いんですか？安いし、オーストラリアのやっぱ違いっていうのは1対1で授業を7時間ぐらい、6時間から7時間受けれる、あとはグループセッションがあったりとか、その後アクティビティがあったりとかっていうのがありました。確かにオーストラリアの語学学校って先生と1対1じゃないですもんね。そうなんです。そっか、セブ島だとマンツーマンでついて、セブ島でちょっと英語を学んで、でもやっぱりすぐ話せるわけではなく、まあ、話せない状態でオーストラリアに来られたと。特に英語に関してでオーストラリアに来て良かったこととか、こここうしてくればよかったなとか、なんか思う点とかってあります？学校2校にした理由も、なんか英語を学ぶ上ですごく大切にしなきゃいけないと思ったのが、まずは聞くこと、聞いて話して、あと読んで書くっていうのが一番自分には合ってるかなっていうのが思って、なんかそこでやっぱり自分はまだ話す、聞くことと話すことはできなかったので、セブ島にこう通うで英語にまず慣れるっていうところをしてみたんですね、はいはい、でオーストラリアに来てみてやっぱり耳がちょっと慣れてるとこから始まったので、そこからだと友達が作りやすかったりとか、オーストラリアの学校でもやっぱクラス分けが最初にあるんですけど、やっぱ聞き慣れなかったりとか、あと読みこう書けなかったりすると下のクラスにやっぱり入ってしまうこともやっぱりあると思うんですよ。だからそこをまずはセブで慣れてこう来たってなると、英語にちょっと慣れてる部分があったので、そこでちょっと良かったなと思います。なるほどですね、はい、これしとけばよかったなとか、今の自分だから言える、まあ、昔の自分に言いたいことみたいな、まあ、こうしてくるべきみたいなあります？とりあえず中学レベルの英語は勉強は絶対した方がいいと思います、うん、中学レベルの英語とか単語力もない状態で来ちゃうと、それで話そうとすると材料ないのに料理作ろうとしてるのと一緒だと僕は思うので。まさしく。そうですよね。語学学校、まあ、約3ヶ月ですかね、全部で行きました。英語力伸びたと思いますか？スピーキングはあんま伸びなかったとは思うんですけど、うん、聞くことはすごく伸びたと思います。今オーストラリアにせっかくいるじゃないですか、はい、まあ、どうやったら英語伸びるかなとかってなんか感じたりします？最近自分は日本から来てるので、どうしても仕事とかは日本の日系に入ったりするとは思うんですけど、自分はそこはやっぱやめて、オーストラリアのサロンで働いて、すべてスタッフから、はい、お客さんもオージーの人だったりとか、はい、もう生まれがこっちの方と話すっていうので、まあ、そこから一個ずつステップを踏んで勉強していくっていう感じですね。経験と技術を武器にして日系のサロンではなくオーストラリアの美容室に入ると。それをしたらね、英語使わざるを得ないですからね。そうですね。僕もですね、あのオーストラリアの会社で仕事ずっとしてて、やっぱり仕事中は緊張するじゃないですか。しますね。間違いたくないし、はいはい、ね、1回だったらいいけど何回も間違えてるとお客さんとか、また、まあ、上司の方とかね、同僚の方からめんどくさいっていう顔されちゃうことも正直あるので、その緊張感があったんですよ。でもだからこそ僕は伸びたと思ってるんですね。間違いなく続けてたら英語力伸びると思います。ぜひ継続して頑張って、はい、あの英語力オーストラリア行って伸びましたねってもう言って帰れるようにそうですね、はい、頑張ってください、はい、頑張ります、はい、今日はあのお時間協力いただきありがとうございました、はい、それからこんなね花までいただいて、おめでとうございます、はい、家に飾らせていただきます。これからも頑張ります。ありがとうございました、はい、応援してます。お名前とか、まあ、ニックネームでもいいですけど、はい、聞いてもいいですか？ゆうです。ゆうさん、はい、ゆうです。ゆうさんは
オーストラリアに来て今どのぐらいですか？今3ヶ月経ちました。来た経緯みたいなのって聞いてもいいですかね？大学2年生の時にゴールドコーストに1回1ヶ月短期留学みたいなので大学のプログラムで参加して、でゴールドコーストの雰囲気がすごく好きで、もう1回帰ってきたかったんですけど、パンデミックあったから、そのもう3年生4年生は家からほぼ出れないし、もう旅行、国内旅行もまあまあまあならないみたいな感じで、もうやっぱ 夢は叶わないなと思ってたんですよ。で就職活動を結局しようと思ってたんですけど、もうやりたいことがオーストラリアに行くことしかないから、専攻も全然うまくいかなくて。おー、なるほど。あ、そうか、気が持ちってるっていうか。そうなんですよ。入ってないですね、ちゃんと。そうなんです。でなんか面接とかで聞かれても、もう本心がないから全然採用してもらえないっていうのはあって、もううちの会社を選んだのは何でですかみたいな。オーストラリア行きたいみたいな。全然関係ないみたいな。オーストラリアに行きたいからですみたいな、わけわかんないその理由にもならない感じで。でも第一希望の選考に落ちた時にパッて自分の中でなんか区切りがついて、もう行っちゃえと思って。すごい。それで行く決意をしましたね。パンデミックの影響もあってやりたいことこれとこれとこれ、まあ人それぞれねありますけど、だけどできない、みんなはこうしてるしこうした方がいいんじゃないかなと思ってやりたいことを諦めてしまう人が大多数の中、やりたいことをやることにした人ですね。その通りです。すごい。英語力はどのぐらいできたんですか？喋れるんですか？喋れると思ってたんですよ。洋楽とか洋画好きで、結構何百回も見た、同じの見たりとかしてたんですけど、教科書に載ってる短い文とか簡単な動詞を使うぐらいしか最初は本当にできなかったですね。なんかもう受験のための勉強だけは散々してきたんですけど、まあ、日本人のやつですね、よくある。日本人のやつです。もう座学はやってきたんですけど、やっぱこっち来て、現地の環境とかに入り始めると、もう全然伝わらない、聞こえない。僕もね同じこと感じましたよ。喋れると思ってたのにこっち来たらなんか自分の発音が悪いのかイントネーションが悪いのか分かんないけど、なんか伝わらないしめちゃ早いみたいな。スーパーで一言何質問しても返ってくる答えが超早いみたいな。そうです、そうです。服もいりますかも聞こえなくて最初はってなっちゃって、ちょっと切れ気味で返されるみたいなのはありました。確かに確かに。で今3ヶ月いますけど、語学学校行ったことある人いませんかっていうことで、インスタの私のストーリーで上げさせていただいて手を挙げてくださったんですけども、今も語学学校は行かれてる？先週の金曜日にも卒業しました。学校ではどんなことをするんですかね？コースが私の学校3つぐらいあって、なんかそのうちの2つは結構難しい、 IELTS のテストが必要な人とか、この後大学で勉強したいと思ってる人がやっていくっていうコースと、私がいたのはもうコミュニケーション重視なんで、ひたすらスピーキングをするとか、まあ、グラマー重視。グラマーやりつつそれもスピーキングで使っていこうよみたいな。使っていこう、もうペアワークで話し合っていこうとか、ちょっとしたプレゼン、自分の国のプレゼンをやるとかはありました。なるほど。楽しかったですか？いや、かなり楽しかったですね。でもグラマーにちょっと、グラマーがなんて言うんですかね、結構日本人ってグラマーすっごい強いんですよ。それは先生も知ってたんですけど、だからグラマー強いから何回も何回も同じグラマーをやられると、あ、もうみんな知ってるよねっていう、なんかそろそろスピーキング練習したいよねっていう感じにはなってました、日本人の間では。確かに学校は先生とマンツーマンじゃないから自分のやりたいようにはできないですもんね。そうですね。そっか、先生もね、分かんない人のことをすっ飛ばして次行くわけにいかないから。そうなんですよ。そういうジレンマは確かに学校行ってるとあるかもしれないですね。国ごとに全然違いましたね。あー、なるほど。語学学校っていうと週5で行ってました？週5で行ってました。基本そうですよね、はい、そうするとなかなか仕事もできないと。だいたいいくらぐらい学費ってかかったんですかね？私は3ヶ月契約とあと教材代みたいなので、多分日本円にすると36万ぐらいはかかりました。なるほど。じゃあ 1,、はい、1ヶ月10万円ぐらいか。そうですね。それでしかも生活費もプラスして持ってこないと、はい、安定して生活できないですからね。安心できない。英語に関してなんですけど、喋れると思ってきたと、まあ、大体そのぐらいのレベルで来て、まあ、海外でこう暮らしていく中で、まあ、良かったこととか英語に関して、まあ、これはやっといた方が良かったなとか苦労したことみたいなってあります？英語に関しては、すごい良かったっていうか嬉しいとか楽しいと思ったことは、そのこっちの人やっぱりもうみんな分かると思うんですけど、とにかく国籍がいっぱいで、喋れる人から喋れない人まで結構来やすい、過ごしやすい国だと思うんですよね。あ、なるほど。で、オーストラリアに住んでるネイティブの人とかも結構その理解が深くて。そうですね、はい、ちょっとまだ勉強中でとか、ちょっとまだ慣れてなくてって言うと That's alright って、全然いいよって言ってくれて、慣れてますもんね。優しく、
接してくださる方はすごい多いなっていうのはあって、それはすごい良かったなって思いますね、はいはいはい、難しいとことかはやっぱり私今ローカルのレストランで働いてるんですけど、もう日本人一人なので、あのスタッフの人ともコミュニケーション取らなきゃいけないし、お客さんの人ともコミュニケーション取らないといけないってなると、やっぱり迷惑かけられないし、普通のコミュニケーションとまたちょっと違うので、そこはかなり知らない単語ばっかりだったり、接客用語とかも結構苦労してますね。そこは語学学校行こうかな、どうしようかな、英語喋れるようになりたい、まあ、高いけどどうしよう、考えてる人たくさんいると思います。語学学校3ヶ月行きました。英語実際伸びました？私はすごい伸びたと思います。というのも、そのやっぱ文法とかは新しい知識が入ってくるっていうことはもう事前に勉強してたのであんまりないじゃないんですけど、はい、とにかくあの私の学校は多国籍だったので、やっぱ友達と仲良くなるときに絶対英語を使うし、休み時間もとにかく使うし、先生にもなんなら話しかけたら結構みんなフレンドリーだったので、とにかく喋れる環境があったのは私はすごい大きかったです。はい、そっか、いろんな人と喋れる環境を作ることが語学学校に行くことによってできたと。できましたね。あ、じゃあ日本にいた時よりも断然話すことができるようになったっていう感じですかね。はい、それは良かったです、うん、逆に私はクラスに日本人がほとんどいなかったので、コミュニケーションを取る人は必ず英語使わないと取れない人だし、そっか、最後に、ユウさんみたいに日本からね、これからまあオーストラリアだけでなく、まあ、カナダとか、アメリカ、イギリスとかね、いろいろあると思うんですけど、まあ、語学学校行こうと思ってる人、まあ、海外に行こうと思ってる人ですね、いると思うんですけど、まあ、そういった方に、まあ、アドバイスというとね、ちょっと語弊があるかもしれないんですけど、まあ、経験者として、まあ、こういうのしてきた方がいいよとか、こういう風にした方がいいよっていうところがあれば何かいいですか？長期滞在を考えてるのであれば、もちろんこっちの生活もう来てからいろいろ、まあなんだろう、適応していくこともあると思うんですけど、真面目な話をしちゃうと、結構保険とかその暮らしに必要なこととか情報はなるべく集めてきた方がいいかなって思います。私はそのお家選びでちょっと一回苦労したことがあって、はい、お金すごい失っちゃったので、 あるあるですね。そうなんです。だからそういうのをちゃんと情報収集を適切なところからしたりとか、経験者の人に聞いてきたりとかはした方がいいと思います。あのごめんなさい、なんか桜みたいになっちゃうんですけど、これ言うとあの僕もそのワーホリ徹底ガイドっていうのを作ってまして、まあ、ワーホリにこれから来られる方、情報散らばってるじゃないですか。そうですね、そのタックスファイルナンバーの取り方とか、保険、日本で取ればいいのかな、でも高いよね、本当はどうしたら安くできるんだろうとか、情報ってあると思うんですよ。でも散らばってるんで、僕は情報がひとまとまりにされてて、それだけであったらすごい全部分かっちゃうっていうのは価値があると思うので、僕はそういうのを作ってるんで、もしよかったら概要欄からあの皆さんリンク見てください。はい、ごめんなさい、遮りました。とんでもないです。はい、やっぱりそういう暮らし周りのところを、ちゃんと分かってきた方がいいっていうところですね。英語とかどうですか？英語は目的にもよると思うんですけど、英語の文法はやっぱり自分であの学校で勉強してきたことは振り返ってから来た方がいいかなと思います。でも、もうなんだろう、私は本当に感じてるのは行動次第で何とでもなるっていう、もう来るって決意したらその決意だけでもう一歩なんですよね。だからなんかすごい決意したらもうそれで OK だからもう来ちゃえるよっていう感じですね。とりあえず来ちゃえよって感じですね。とりあえず来てもそれから考えようってそうですね、思いますね。いや本当にあの、オーストラリアに来てる日本人の方ね、そのエネルギー強いですからね迷ってるの分かるけどとりあえず来いみたいな。そうなんですよ。私も結構くすぶってたんですけど。くすぶってましたよね。もうずっとくすぶってました。長年くすぶってました。来てよかったですか？もう本当に来てよかったです。悩むこともありますけど、もう私は偉いって思ってましたよかったですね、来て。はい、よかったです。はい、なかなかね、あのいきなりカメラの前で喋れって言われても難しいと思うし緊張すると思うんですけど、はい、あのすごく貴重な情報を教えていただきありがとうございました。ありがとうございました、はい、それこそ。ということで、ショウさん、あの以前にね、世界で活躍する日本人という動画で出ていただきましたよね。あれがどのぐらい前でしたっけ？3ヶ月前ですね。3ヶ月前、はい、なんかね、ちょっと表情が、なんかあの時だいぶ来たばっかりで、いやもうちょっとこれから頑張りたいですみたいな感じだったんですけど、なんかじゃあ明るいですね今日は。だいぶそうですね、慣れてきましたね3ヶ月で。前回インタビューさせていただいたその3ヶ月前は、翔さんはオーストラリア、あの警察を辞めてオーストラリアに来たばかりで、なんか英語力も全然なくてみたいな感じでしたよね、はい、今その語学学校とか通ってるんでしたっけ？今はもう通ってなくて、来てから約6週間だけ語学学校に通いました。英語力ゼロだったんですもんね、はい、大体どんなことをしたんですかね学校では？超初期的な文法、
朝食的な文法、はい、疑問文から肯定文から、うんうん、クラスのみんなとレクレーション的な感じで楽しみながら授業しましょうみたいな感じですね。実際その英語全く喋れない状態で来てその学校に入るわけじゃないですか。語学学校行く人ってやっぱ友達作りたいっていうのもあって、まあ、学校通うっていう人もいると思うんですけど、まあ、英語を学ぶのはもちろん友達とかできました？正直友達はもう全員誰一人欠かさず慣れたっていう感じで、はい、やっぱ英語喋れない状態で初めて学校に行った時に、僕より喋れる人たちがやっぱいるんですけど、うんうん、アクセントとかを全く理解せず来てたんですけど、はい、タイ人たちとかブラジルたちの人たちってやっぱアクセントがあって、そのアクセントが正しいのかまた違う本当のアクセントがあるのか混乱して、うんうん、実際に街に出てオーストラリア人の英語を聞いた時にあれなんかタイ人の言ってたやつと違うなとかそれがちょっとあって、もう正直最初は学校に行ってる意味があるのかとか、その友達作ったけどその人たちといても英語力が伸びるのかっていう不安は正直ありました。オーストラリアで、まあ、1ヶ月半学校に行って、まあ、英語全般に関してまあ、おっさんに来てみてね、分かった方が良かったこととか、まあ、悪かったこととかあると思うんですよ。まあ、これすごく良かったなとか、あこうしてくれば良かったとか、そういうの教えてもらっていいですか？まあ、良かったところは日本の英語の授業と違って、うん、日本語をベースで授業じゃなくてやっぱり英語、うん、英語を英語で解説してもらえるっていうところはやっぱり良かったなと。あと友達も作れたんで、うん、その友達たちとご飯に行ったりバーとかに行ってもっと交流を深めて、うんうん、その語学学校の友達だけじゃなくてその友達の友達とかもできたりするんで、やっぱ人間関係の輪は広まったかなと。でもその学校をその英語でやるって言ってたじゃないですか、分かるもんなんですか？その先生はオーストラリア人と、オーストラリアと韓国のハーフの方だったんで、うん、ものすごく綺麗な英語 で先生はものすごく優しくて、あじゃあもう分かってるんだ、どういう風に喋ればいいか。そうですね、一回言われて分からんへんかったらもっと柔らかい表現に直して教えてもらったりもしてたんで、うん、あなるほど。その教えてもらう分に関しては全然苦ではなかったかなと、うん、逆になんかちょっと難しかったとこ、初心者は初心者の人たちのクラスなんで、うん、みんなも英語分かってない状態でクラスに来られてるんで、うん、正直そこは難しいかなと。でも上のクラスの人たちもいたんですけど、その人たちは綺麗な英語で喋られてて、あ、はいはいはい、英語をある程度話せる人が語学学校に行くのであればもちろんいい、とてもいい、もう伸びる確率が高くなるんじゃないかなと。初心者の人はもっと自分で勉強して発音とかをしっかり身につけて語学学校に行ったらクラスも上がれたりもするんで、うん、最後なんですけど、まあ、これ究極の質問みたいになっちゃうけど気になってる人結構多いと思うんですね、はい、実際に語学学校1ヶ月半通いました、英語ゼロから来て語学学校通いました、英語力伸びたと思います？正直ちょっとどう言ったらいいのか、伸びたか伸びてないかはちょっとわからないです、ね、ああなるほど、はい、語学学校に通ってる時にアルバイトとしてシェフを始めたんですけど、あ、はいはいはい、お客さんの目の前で直接料理をしてサービスするっていう職業なんですけど、そこではお客さんとは仲良くさせてもらって、その人たちと飲みに出かけたり、あ一緒に仲良くなって、そうですね、はい、バイト終わりに、すごいですね、はい、終わってそのまま行かせてもらったりさせてもらって、うん、でもそのやっぱり英語をはっきりと分かってない状態で行くんで、はいはいはい、笑顔とかそういうのだけで言えば仲良くなれたんですけど、うん、深い関係になれなかった、なりにくい、なりにくいんだ、英語がなかなかうまくいかないから、もうどうしても向こうが喋ってもらっても理解できずに気を使って分かりやすいように 言わせてしまってるっていう気持ちもあって、英語を分からない状態で来るよりも日本でオンライン英会話とかそういうのをしっかり基礎を身につけて、もうちょっと喋れるようになってから来とけば、ね、なんかもより友達になれたみたいな。なんで英語が喋れへん状態で来てしまったのかっていうのは正直後悔してるところではあります。だってそっちの方が絶対友達作れますからね。そうですね、間違いなく作れると思います。悔しい思いしません？悔しいします。もう何を喋ってるのかちょっと分からなくて笑顔で乗り切ってしまうっていうところがあって、やっぱそれを聞き返してもやっぱり分からない単語が出てくるとそれをさらに深掘りしてしまうっていうのはちょっと後悔してる形になります。ああ
なるほど。これは僕の意見ですけど、もったいないなと思うのが、まあ、オーストラリアせっかく来て、まあ、そういうふうにやっぱ交流する機会あるのに、オーストラリア来てから英語勉強しますってやっちゃうともったいないですよ、その時間が。なんでやってこないのっていう。やってきたらもうそれがもうすごい伸ばす時間に使えるんで、うん、確かにそれはそうですよね。そこはまあ翔さんからのアドバイスじゃないけど、まあ、これからオーストラリアとかカナダとかね、イギリスとかワーホリに行く人には、まあ、英語勉強してから行った方がいいよっていうことですかね、経験上。そうですね、間違いなくそう思います。ありがとうございました。はい、ということで今日は語学学校のリアルとね、それから経験者が感じていることまでいろいろ聞かせてもらいました。まあ、やっぱり海外行きたいんだけどどうしようかなっていろいろ考えることもあると思うんですけど、実際行動するのはやっぱり大事。でも動画の中でも今日本当に何人かの方が言ってくれてましたけど、まあ、少しでも英語話せる状態で来たりとかね、まあ、英語の基礎を知った状態で海外に来ると、まあ、海外生活の楽しさとか、まあ、英語の伸びですよね、それっていうのはもう全然変わってくるのかなと。そこは本当にそうだなと、僕も海外でいろんな日本人とこう交流してきてね、確信していることです。タラサクの公式 LINE では18歳まで僕全くの英語力ゼロでした。 B どうしたらわからない。そこから今僕、流暢にね英語を話せるようになってるんですけども、まあ本当に英語力ゼロだとして、何から勉強したらいいかわからないっていう人に、まあ英会話を習得するためのねこうノウハウとか絶対知っておかなければいけない知識とか、それから来てくれた方全員に英会話の初めの一歩となる機会を、提供させていただいております。本当にこれはもう声を大にして言いたい、海外に来る前に英語少しでも話せる状態、英語の基礎を知ってる状態で来ると本当に全然違いますから、もしねこの状態で行って本当に大丈夫かなと少しでも思うところがあるのであれば、まずは概要欄のリンクからタラサックの公式内に友達追加してもらえたらなと思います。語学学校どうなんだろうと思ってたんだけど、今回の動画を見ることで、まあ、いろんなイメージが湧いてきたと。やっぱり英語少しでもできるようになってから行くのが大事だよねって、それさえちゃんとできれば、僕も私も海外で有意義な生活を送れるかもしれない。今までは全くイメージ湧かなかったけど、なんか頭の中で海外生活楽しめてる自分が想像できる気がします。この動画を見ることで少しでもそういう風に思ってくれてるあなたがそこにいるのであれば、見るだけで頭の中グローバル化しちゃったんだよ。最後まで見てくれた皆さんありがとうございます。面白いと思ってもらえた方はチャンネル登録忘れずに、高評価も忘れずに、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。